はい、ユッキーでーす。今回食べるのはこちらでーす。パンと紅生姜の、奇跡の出会い。紅生姜をこよなく愛する方に食べてもらいたいパン。斜め上を行く紅生姜好きのドーナツ。ローソンストア100です。紅生姜とマヨネーズが、入っているということが書いてあります。なるほど。今日ね、あのね、捨ててこ買ったんですよ、捨ててこ。ほら。俺今まで人生で捨ててこって買ったことなくて。で、そもそもこれ下着なのかって話なんですよね。で、ググったら、一応パンツの上に、履くものらしいです。まあ、寝巻き的な感じかな。うん。寝巻き的なあれでしょうね。それでは食べていきたいと思います。いただきまーす。うわっ！ん？中がこんな感じです。ピンク色ですね。マヨネーズ。まあ俺、紅生姜もマヨネーズも好きですけど、まあ両方酢ですからね。意外とマッチするんじゃね的な感じはあるけど、別にうまくはないですね。で、食べた後にこう出る。こうなる。ガブってやった後にこうやって引っ張るとベロンってなるんですよ。これダメですね。まあ、味がどうのとかじゃなくて、食った時に、この紅生姜が長いまま入ってるから、ベロンってなって、ここが汚れる。で、さらにマヨネーズなんで汚れる。さらに。油です。開発者多分バカですね。多分食べたことないんだろうね、自分でね。まあおそらくバカですね。よくいるんですよ。開発者で。ね。よくこんなクソゲー作ったなって、お前やったことあんのかって話。ないんです。あいつらバカだから。
バカな人間はね、あのね、自分でね、体験してないから。そんで、空想の中で机上論を語るんです。バカは。うん。机上論ですね。だから何事もやってみないとわかんない。食ってみなきゃわかんない。だから食わないでこれ作ったんです。この社長が。バカだから。簡単です。社長がバカだからこんなの作ってるんです。うん。まあ全くうまくもなければ、ねえ。まあ、紅生姜が、割りかし、細切れになってればいいけども、それなってない。口が汚れる。これ OL は絶対買わないですね。うん。いや、買ったとしても、まずいって言うどころか、そもそも口が汚れるんで、第三の、その、買う価値がない。味自体もうまくない上に、さらに、口が汚れる。まあ、ゴミです。うん。まあ、ゴミ商品ですね、これ完全に。まだ前の2作はまだ良かったよ。これはもう圧倒的にゴミ。うん。はっきり言って人をさ、苛立たせるために作ったようなもんですね、これね。うん。クズが。クズの社長が、人を苛立たせるためにか、作ってるようなもんです、これ。うん。ダメだね、これ。もう、擁護のしようがないですね、これね。はい、一つ星。ご視聴ありがとうございました。